まずは折り紙を三角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて右の角をてっぺんに向けて折ります 裏返して反対側も同じように折りますこれを上から開いてこのように三角形に折り替えます次にこの両側の先っぽを このように斜めに折ります。大体でいいです。反対側も1枚目と合わせるようにして、斜め上に折ります。これを裏返して、この部分をこの真ん中の筋よりも少しだけ開けた位置で折ります。 反対側もこの真ん中の筋より少し開けた位置で同じように折ります次にこの先っぽの部分を少しだけめくります反対側も同じぐらいの位置でめくって折ります これを裏返して上の角を下に折ります下の角も1 5ンチくらい上に向けて折りますこれを横にして全体を丸めて筒にしていきます 普通にしたら、落チキスでここの部分を止めます。表にして、この尖った紙の部分を横につぶしながら、この先っぽを内側に折ります。 これで折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。あまり難しく考えずに、ゲンガーの顔を描きます。ちょっとスリムなゲンガーなので、顔のパーツをやや中央に描くと雰囲気が出ます。 青を描いてこれに色を塗っていきます白いマーカーで口を塗りますちょっと小さいのではみ出しやすいですが 赤いマーカーで目の中を塗ります。 黒いペンで黒目を描きますそして口の中に歯の線を引きますこれで レンガーの指人形の完成です。